はい、皆さんこんにちは、ジョーマジックです。今日は5月の9日なんですけれども、今日もですねこちら東京ディズニーランドのですね新しいエントランスにやってきました。昨日ですねいろいろねこのエントランスについてのですね動画投稿したんですけれども、で今日はですね何の動画なのかと言いますと、昨日ですねここをオープンしたんですが、それと同時にですねこちらのエリアの方でですねフリー Wi-Fi がつながるようになりました。で正直ねジョマジね昨日から知ってましたけれども、わざわざね動画撮んなくてもいいかなと思ってたんですね。だけど結構コメントの方で知りたい方がいたようですので、今日はですね実際にこちらでですねそのフリー Wi-Fi の方をつなげてみようかと思っております。で簡単なねつなげ方解説するんですけれども、まず Wi-Fi のページをつなぐとですねエントランスフリー Wi-Fi っていうね文字が出てきますので、そちらをクリックします。そこをクリックしますとですね専用のページが出てくるんですが、そこですね全部英語でございます。すべてね、まあ、他にも中国語とかもあるんですけれども、全部ね外国語になっております。日本語はございません。ですのでちょっとね分かりづらいんですけれども、下の方に進んでいきますと LINE とかね Facebook、Twitter、メールアドとかですね、まあ、そちら登録する欄がございますので、そこでですね自分のアカウントとですね連結するとフリー Wi-Fi を使えるようになります。一応ねマップを見るとこの Wi-Fi つながる場所がね3箇所になってるんですが、まず1箇所目がねピクニックエリアです。ピクニックエリア、そしてもう1箇所目が園内に入りまして、イースト側のねトイレとかロッカーとかあるところ、ここですね、こちらで、あともう1箇所目がですね新しいですねエントランス、この辺ですね、ここの3箇所で一応つながりますよって書いてありました。ですね、今ジョマジがですね普通に舞浜駅からこのボンボヤージュの前通ってねこうやって歩いてきたんですけれども、 Wi-Fi 確認しながら、実際にはねこのボンボヤージュのねちょっと出たところ、この辺からですねもうすでにね Wi-Fi つながりましたね。なのでもうこの辺もね実際に今つながっておりますので、かなり巨大なね Wi-Fi のようですね。なので、まあ、マップにはね3箇所って書いてあるんですけれども、実際にはねもうこのピクニックエリア外でもね普通にねこの辺つながります。ただですね1回1回使うですね制限がございます。1回につき15分間しか使えなくなっております。ただですね回数制限はございませんので、1回ねその15分終わって切れたとしてもですねまたつなぐことが可能でございます。でですね、ただこのページなんですけれども英語とかね中国語とか海外のね、文字でしか表示されないんですね。で実際に今ねディズニーリゾートのマップにもねこの Wi-Fi のマークが実はついているんですけれども、日本のですねマップにはついていないんですね。そうなので日本語のマップにはこの Wi-Fi のマークないんですけれども、外国のマップには書いてあるんですね。なのでそこに関しましてちょっとねキャストさんに聞いてみました、実際に。そしたらですねできる限り、まあ、一応国内の人も使えるんですけれども、外国人がね例えばこの辺ってね結構迷いやすいんですよ、バス乗り場とか。あとね外国の方がですね Wi-Fi つなげない方がねやっぱいるんですよね。ぶっちゃけね結構この辺ってね日本人でも迷うんですよ。バス停もねたくさんあります。もう20カ所ぐらいバス停ありますし、舞浜駅はどっちに行けばいいのかとかね、もう外国人にはもうなおさらわからないと思うわけですね。なのでそういう方のためにフリー Wi-Fi を使ってまあなんとかねマップ開いてね探してみてくださいよみたいなね、もうそういう Wi-Fi らしいので、なのでまああくまでもね迷った時用っていう感じでつなげてほしいということでございました。例えばなんか YouTube 見たいなとかね、なんかゲーム開きたいなみたいなね、まあ、そういう目的では開かないようにしてほしいということでしたので、そこはですねご注意くださいませ。あくまでも迷ったようですね。なので15分間しか使えませんし、外国語でしか表示がされないわけですね。まあ、なのでねこちらの注意事項を守ってください。まあ、皆さん分かれます、気持ちはね。ジョマジディズニーチャンネル見たいのはね本当に分かれます。もうね毎分ジョマジディズニーチャンネル見たいなっていう気持ちは本当にねジョマジも分かるんですけれども、なのでね、まあ、ジョマジも分かりますよ。ジョマジディズニーチャンネル楽しいから見たいなっていう皆さんの気持ち分かるんですよ。めちゃくちゃ分かります、ね、超絶分かります。本当に本当にマジで
命かけて分かります。だけどね、まあ、そういう目的ではできる限り使わないでほしいということでございましたので、そちらねご了承くださいませ。ちなみになんですけれども、東京ディズニーランドだけじゃなくて東京ディズニーシーの方にもフリー Wi-Fi ね一応つながっておりますので、まあ、使おうと思えばディズニーシーの方でも使えますので、そちらね覚えておいてください。ということでね、今日はこれで終わりにしたいと思います。今日はですね、こちら Wi-Fi のですね説明だったんですけれどもね、まあ、一応注意事項ございますのでお気をつけください。それでは終わりにしましょう。ジョマジでした。ありがとうございました。バイバイ。